はい、いや別にいいよ。大丈夫。今天头前我再讲一次，你这次所坐的位置是跟规工要坐的位，千万唔通避开了，还佫乌袂去坐其他的位，改下位就是酒店哦。然后这么即摆就是第一摆、第一车、第二车、第三车、第四车。恁若到中道要食饭的时阵吼，是为第四车先出门，先避开。就是我们按照顺序，不要这么争先恐后这样子。然后我们今天恁加来讲的话吼，哎，你跟我解释看。我这样讲好不好意思哦？恁今日头前我再讲一届吼，头前这位是要落雨，离本贵真济。
然后恁家迄所谓行为，伊咧看咧，恁嘛咧看伊，那是代表民政府，所以麻烦拜托大家吼。恁在拿 A 件的时阵，除了你的保温杯，就其他物件拢收在下骹。尊帽子你是向内放，然后杯子就是尽量就是清一色就好，就是看各位其他空间都放在下面。无我的部分吼，咱这边边啊，遮拢看咱遮吼，这排遮拢看到无啊，拢哈。哦，这边嘛是同款看遮，吼，安尼，安尼，安尼，咱无啊，安尼吼，放向边啊遮，好无？咱向，这向家己吼，这向家己。这个等一下你，我嘿拢收掉哟。啊？好，那你不要哈，今天白话。等一下，我们桌面上哈，尽量净空哈，把帽子顶上是垫多用用咖啡，然后放在你的左上方，然后尽量保温杯如果可以是放地上，因为这样怎么拍上去，哎，上会较好看。然后尽量手机一定务必要静音，因为我们在祭拜的时候呢，有人手机就点啊，就是恁唔知咩切掉，啊，不过就是是足无礼貌的。然后你看嘛，人台上咧演讲的时候，恁下骹起起突突，还是下骹讲喂喂喂，这是一个足无礼貌现象。所以麻烦等下，把手机啊讲到一个全部一定爱静音。如果你若无静音的话，可能大家到底出去外头干哪咧？那个阿表听下个，那行动电话有没有关系？要不就静音，老家就这几年哦，那你就知道了。我北中老这几年下来，这个特别这个看南就。哈
一点嘛，吃，点嘛吃，点嘛吃。然后我们就这样讲话，也要小声一点。这个是日本嘛，跟我们台湾文化不太一样。那就是这样子。有，那我现在叫什么？哎，把那个放上去。然后一点怪有安排，如果你以后无在，就拢是用开。反正较少年的人吼，麻烦带用糖的就好。然后后尾较习惯用糖就好啊。哎，你在单位无清楚无？我先退，我先退，让我们。哎，来退好了，来退好了。嗯。啊，不会的，对对对，这边都可以，对对。你先坐你的位，你的位置到位，来，你的位置到位。我先找这个地方。来来来，来坐啊，坐，来来。今晚好。咱就是遮爱心、爱素的吼，咱绝对绝对袂讲有话要讲的时阵，就起来讲哦，绝对袂使。吼，咱拄仔咱像有滴讲的，咱政府啦，太牛吼，困难，你不能对咱不了解。吼，咱就变成讲，咱说者吼，咱说者吼，带好拖，咱然后您的政府是甲人同款，吼，咱的钱赶快摕出来，咱的优质的民主，吼，所以要过来。好，拍谁了？那个，你刚才中间讲了。对，刚才中间。好。好，小声一点，哎，好。在中间下。对啊，刚才我们小姐在宣布咱全国会哦，咱一定要表现咱台湾民政府它的特质跟优质，哈，都在。第一点，咱这个物件，咱拄啊坐宾馆桌桌顶内底物件杂物。尽量放在啊下面遐吼，尽管看到是咱的帽啊，啊咱的笔，还有些其他物件，放下就 OK 啊。好，咱的包包拢已经放下面遐啦吼。再过来就是讲吃饭的时，再来注意，咱吃饭吼。恁要啉水的人吼，因为遮无分水吼，啊，因的水龙头的冷水拢是因遮拢从生理。咱若有迄落管啊，遐吼，我家己慢慢啊去吼，去后壁遐，因的水龙头遐是。哎，对，吼，有煞水的人，有煞水的人也是管啊。台湾民政府の代表という紹介でしたけど、私は旧日本代表です。台湾民政府の代表は別のところにいます。で、おはようございます。で、私はですね、川村常夫っていう名前ですけど、実は台湾のさんなんです。それは私は昭和10年の生まれでしたので、終戦前に川村常夫という名前に書いたんです。一応日本人として。だからこの戦後
中華民国が入ってですね、強制的に中国人に差し入れて、それでこの台湾民政用に携わる仕事に携わることになってから、私はやはり日本人だとして昔の名前に戻したんです。その点ご理解ください。で、私が生まれたところは台湾の嘉義っていうところですね。嘉義っていうところは嘉義農林っていう学校があって、甲子園を庭した嘉義農林ですね。で、その後ろの山に有山っていうのがありますね。おそらく知ってる方が多いと思いますけど、そのまた後ろに新高山があるんです。それが私の故郷なんですね。なんかよく言うんですけどね、もしも台湾に新高山がなければ大東亜戦争がなかったんじゃないかと、山本五十六が、新高山に登れということで戦争が始まったわけですね。それで実はですね、この講演会のチラシを友人に見せたんです。そしたら、こんな足はすの慌ただしい時に暇人がいるかなって言ったんです。で、私も実は心配しとったんです。そして今日見ますと本当に暇人がたくさんいますね。でも非常にありがたい、私たちの力になる暇人たちです。ここで台湾民政を代表して御礼申し上げます。それで今日はですね、実は少しですね、予定が狂いまして、こちらにいらっしゃる方はほとんど講師の中の誰かさんの不安だと思うんですね。またはその予備不安だという。で、その中に何人かですね、あれ、あいつまで来てるのかと、ね、で、私の貧しい、いや、まずい顔を見に来た人も何人かいます。時間が非常に大事です。短くて申し訳ないんですけど、ちょっとさっきも申し上げたようにプログラムはちょっと狂いまして、その理由は後で小野木先生に説明していただきます。それじゃあ次の予定に移ります。皆さんこんにちは。大学川さん、ご紹介なく自己紹介も自分ですることになりましたので、私の方で自己紹介の方をしてまいります。その前に本日台湾民政府の、講演会の開催、本当におめでとうございます。会議の開催を心から祝福したいと思います。また台湾から、本当にたくさんの方お越しいただきまして、去る東日本大震災におきまして、台湾民政府の皆さん方から、そしてまた台湾の多くの方々から日本に大変たくさんのご支援をいただきました。心から感謝を申し上げたいと思います。今日本日会場の方には半分が台湾から来ている人たちで、あと半分は日本人の方なので、通訳をちょっと
入れさせていただきます。本日通訳を務めさせていただく報道もします。よろしくお願いいたします。では先生に講演したいから今から講演していただこうと思いまして、よろしくお願いいたします。はじめにですね、今日私の持ち時間が、10時10分から、11時まで、そして11時から12時までが桜井よし子先生ということになっておりました。ところが、急遽、昨日のお昼ぐらいということですかね、桜井先生が今日出席できなくなってしまいました。ですので桜井先生のお話を聞きたいということでお越しになられた方は大変申し訳ないことになってしまったんですけれども、実はこれには理由がございます。まだはっきりと言える段階ではないんですけれども、先般日本版 NSC が発足することが国会で決まりました。でこれは特定秘密保護法と相まって、日本にとってはとても大切な組織になります。これまで日本は秘密を守るということについて守るという法律がなかったんですね。ですので諸外国から本当に重要な秘密情報、例えば中国の脅威にしてもそうですし、あるいは韓国の問題にしてもそうですし、そういうと本当の機密情報については日本に話をすることができないという大変残念な状況にありました。したがって日本国政府が持っている情報は日本のマスコミや海外のマスコミから得られる情報だけ、そのマスコミはどこから情報を得ているかというと海外の政府から本当に小出しにされた言ってもいいよというレベルの情報しかもらえなかったわけです。でそれが今回初めて、これは日本国としてはですね、秘密を守るための法を作るというのは本当に初めてのことなんですけれども、この法律ができまして、そして日本版 NSC 国家安全保障会議というものが成立することによって、で国際間で本当に重要な情報交換が初めてできるようになりました。これはとっても歓迎すべきことであろうと思います。でその国家安全保障局の局長さんの人事は出ました。でまだスタッフ大体60人ぐらいと言われておりますけれども、このスタッフの人事は公表はされていません。ただ桜井先生は、青山茂春先生等と並びまして、99.9999% このメンバーでございます。で、いつ政府から呼び出しがあるかわからない、政府から呼び出しがあったらその瞬間からすぐに国際間の情報交換活動に入らなければならないということでございます。そのために今は全く動きが取れない、従いまして青山茂春先生も桜井よし子先生もいずれも全く動きが取れない状況に今あるということでございます。国家安全保障局、これ人事は大変重要な問題でございまして、このメンバーの中に左巻きとか、あるいは在日韓国人系のですね、おかしな人がメンバーに入ってしまったら何のための NSC か分からなくなっちゃいますよね。ですからそういう意味では今日来れなかったというのは大変残念、来ていただけなかったということは大変残念なことではありますが、むしろ日本にとっては良いことであるということで、ぜひですね歓迎をしたいというふうに思います。残念なことではありますが、日本、私たちにとっては残念かも分かりませんけれども、日本にとって良いことということでご理解いただければというふうに思いしたいと思います。我想不好意思，我简单的翻译一下，就是刚刚那个小明木老师是在替跟各位那个日本的同日本人解释说，为什么今天樱井老师不能过来。那简单的说，就是因为他被他是一个国家保障安全委员会的成员，应该是预定的啦。那通常因为他变成是国家成员之一，所以常常有可能就突然被政府叫去。那其实我们也是昨天中午才临时收到消息。那当然，对于今天来参加演讲的各位，觉得很不好意思，但是。对于台湾，对于日本来说是好的，因为以前呢，像他们日本的话，就是那种什么国家安全保障会议的时候，国际间给他们一些，都给他们一些不是很重要的消息，这样。那借由成立这样子的会议的话，可能会有，可能对日本来说是比较好的。那我是简单的，关于那个他，因为他讲比较长，所以我就简单的译一下，就是这样子。
はい、それではですね、そういうことで私の、講演時間を延長することに急遽なりまして、10時10分から12時までということでお時間を頂戴することになりました。急な変更でですね、準備はしてなかったんですが、原稿そのものはまともに喋ると多分10時間ぐらいかかる分なんで、なんとかなるんではないかというふうに思っております。はじめに私の自己紹介をしたいと思います。小名木善光と申します。先简单的自我介绍，我叫做小明木善行。インターネットで、ネズさんの独り言という、こちらに画面が出ておりますけれども、ブログで、毎日情報発信をさせていただいております。現在約2100話の日本の良い話がこのブログに掲載されています。また このブログなんですけれども、1日の訪問者数が大体3万人から多い日で5万人、一番多かったので今まで6万5千人の方がお見えになったことがあります。月間ですと大体100万人の方がお見えになるという、そういうサイトでございます。这是我的部落格，那上面呢有差不多有2100篇有关日本的文章。另外呢，看我的部落格的人每天差不多有3万至5万人，那多的时候甚至有6、7万的时候。で、このインターネットのブログをきっかけといたしまして、先般、ネズさんの昔も今もすごいぞ日本人という本を出版させていただきました。那我就是经由用这个部落格的内容，然后出版了这一本书，就是这一本昔も今もすごいぞ日本人。下の方に顔写真が写っておりますけれども、元文部科学大臣の中山成明先生でございます。然后上面有一个相片，那是原文部省大臣中山先生，不是我。おかげさまで、大変ご好評をいただいておりまして、日本の大きな書店さんで、週刊ランキングで、1位とか2位とかという状況に今なっております。でただ、製本の印刷の方が全く間に合いませんでして、出版社で本を作って取り次ぎ店さん、要するに問屋さんみたいなところに1回納品をして、そこから各書店さんに行くんですけれども、書店さんからそのお客様からご注文が入って、で、書店さんから取り次ぎ店さんに注文が入る、その分で納品した分がほとんどその日のうちになくなってしまっているという状況でございまして、なかなか一般の書店さんの店頭にまで並ばないという今状況でございます。急遽増刊しておりますが、次に印刷が出来上がるのが12月25日ということでして、多分これもおそらくその日か翌日にはなくなってしまうと思うので、またすぐ印刷しなくちゃいけないといったような状況でございます。好，那因为多亏各位支持，所以呢，就是只要一出版，然后就卖个精光，在一般的书店里面甚至买不到。然后出版商印刷之后印到那个中盘，然后一到那个都还没有到那个各个小书店就都已经全部售光了。所以下次再版呢是12月25日，可能要到那时候才买得到。但是有可能一再版之后也是马上又被各位抢购一空。ということでございまして、でこの本の中なんですけれども、日本っていう国がどういう国なのか、また日本人というのがどういう民族であるのかということを、古い時代、旧石器時代ぐらいからずっと順々に、書いていってるんですけれども、これをそのいわゆる年表型の歴史というような書き方をするんではなくて、その中で心に響くこと、つまりどちらかというとその感性に訴える、人の心に訴える、そうすることによって日本人でと生まれてよかったなという気持ちになっていただける、そういうことを目指して書いた本でございます。那我这本书里面呢，是写的全部都是有关日本以及日本是一个什么样的民族，那从旧石器时代到现在，但是我并不是按照年表式的方式呈现，而是选择一些比较能够感动人心的故事，然后经由看这些故事，大家可以知道日本以及日本民族是一个什么样的国家，怎么样的民族。
さて、今日の、お題なんですけれども、2つの日本と台湾の課題ということでお話をさせていただくことになっております。2つの日本と台湾の課題。本日のご主催が台湾民政府ということで、台湾シビルガバメントというふうにこちらにも書いてございます。私たちは国、国家というものは国民あっての国家であるというふうに普通に思っているのではないかというふうに思います。好，那一般我们我今天的题目是啊，谁不分配吗？我今天的题目是两个日本日本及台湾的课题。那一般大家都会觉得说要有国民才会有国家。国民国家という言葉がございます。国というのは国民があって、そして国がある。ごくごくそれが当たり前のことというふうに認識している方が多いんではなかろうかと思います。そこでですね、皆さんにちょっと質問をしてみたいと思います。こちらにイギリスの地図がございます。法律というのは、法律が廃止されるまではその法律はずっと残っている。その法律はずっと適用されるものでございます。このイギリスなんですけれども、イギリスのヨーク市というところに古い法律が残っています。この法律には、日曜日以外にスコットランド人を見かけたら即座に何々をしてもよい、日曜日でもスコットランド人がへ、おならをしたら、何々をしてもよいという法律があります。このスコットランド人を見かけたら何をしてもいいという法律になっているんでしょうか。那刚刚我有提到说，一般大家都觉得一定要有国民才会有国家，这是我们一般的认知。好，那在那之前呢，我要先请各位看一下 PPT 的部分。这是英国的地图，它的周边国家的地图。然后英国呢，在英国的一个叫做 York 的城市，它现在还有一个法律。那法律要请各位同心看一下，就是它这个法律是法律明定的。第一个就是星期天以外，如果你看到苏格兰人的话，你要马上怎么样怎么样怎么样。然后第二个问题是，就算是星期天，如果苏格兰的人他们放了屁，就要怎么样怎么样，这是法律明定的。何でしょう。日曜日にスコットランド人を見かけたら、スコットランド人が、昼間にプッとしたら何かをしてもいいんです。何をしてもいいんだと思います。実はですね、弓で射殺して構わないと書いてあるんです。他说，其实那个法律上是说，如果他们在星期天也放屁，星期天如果苏格兰人放屁的话，你可以用弓箭射杀他。この法律今でも残ってます。这个法律现在还是留下来，还存在。イギリスといえば一つの国というふうに、皆さんお考えだと思いますけれども、実はそうではなくて、イギリスというのはもともとケルト人の国であります。ケルト人というのは多神教の民族でございまして、いわゆる精霊を信仰する、そういう人たちであります。然后说到英国，大家可能都会觉得说那是一个国家，但是其实英国不好意思，我现在想，熊熊想不起那个中文，就是因为他英国是有。英国它原本是那个 Celto 这个民族，我想想不起它中文，所组成的。そのケルト人が住んでいたイギリスに、ある日ノルマンディー公がやってきまして、そして作った王朝が今のエリザベス王朝であります。ノルマンディー、これはフランスにありますね、ノルマンディー地方。そのフランスにあるノルマンディー公というのはどういう人たちかというと、実はバイキングです。バイキングの人たち、バイキングといえばノルウェーの方ですよね。北欧にありますバイキングがずっと海沿いに降りてきて、ノルマンディーあたりに一つの自分たちの土地を築いていた。
ここの貴族がイギリスにある日突然上陸して築いたのが今のイギリスの王室であります。不好意思，他刚好是在解释历史。他说，就是他们住的地方，然后有一天那个诺尔曼民族就闯进来，然后那边建立了帝国嘛。啊，维京人。一つの民族が他の民族によって征服される。ですから、イギリスにありますのは実は征服王朝であるということですね。こちらにありますのは、フランスのブルボン朝、向こう側にいますのがルイ14世、手前がマリー・アントワネット、有名ですね、大変有名でございます。好，那各位可能都看过这个相片，这个是法国的路易十四。はい、このフランスっていうの、フランスももともとケルト人の国ですね、そこにバスク人が作った王朝が、ブルボン王朝であります。王権親授説なんていうのがあって、まさに国王、王様がいた、王様が絶対的な権力を持っていたのがフランスです。このフランスを含めてヨーロッパにはそれぞれ王様がいました。これ皆さんご存知の通りです。ヨーロッパには王様がいました。欧洲的话有很多的皇帝。はい、この王様と国民の関係はどういう関係かと言いますと、実は王様、領主ですね。王様、国というのは何かといえば、当時の国家というのは王様の個人の所有物です。国と国の関係と言いますけれども、この国と国の関係も王様個人と別な王様個人の関係になります。したがって、そのこの国と国の境目で何か争いが起こる、王様は自分の個人の所有している兵隊さんを出して戦いを行います。向こうの王様も同じです。自分個人の兵隊さんですから、もし全滅してしまったらその王様は丸裸になっちゃいますね。だから適当なところでちょっと戦って負けちゃったってことであれば、すっと兵を引いて降参して、じゃあ今回負けちゃったんでこの領地をあげるよ、また自分たちが勝てば今回勝ったんだからその領地を越せ、これをやっていた。繰り返しますけれども、国王にとって国というのは自分のものであるということです。つまり 領地も領民も全て私物ということです。申し訳ございませんが、うなぎ先生、日本語の方々にちょっと申し訳ないので、いちいち通訳が入れるの、しかも私、個人的にちょっと歴史に弱くて、うまく通訳できなくて、で今、急遽民政府の方で決まりましたが、うなぎ先生にこう講演を続けていただいて、で私は終わってからこう台湾から来ている人たちに簡単な内容を述べさせてもらいますので、すみません、よろしくお願いします。各位同学、不好意思、因为就州长临时判断说，我们这样一直中断，对他们日本比较不好意思，而且我又翻得不是很好的，那所以就请他也讲。那会后呢，我再把他讲的大致的内容跟各位讲。不好意思，那就麻烦各位同事忍耐一下了。はい、それでは続けます。今申し上げましたのは、王様にとって領地も領民も自分の個人の所有物、つまり人々というのは王様に所有されているものです。というか、そういう関係にあったということをまず頭に入れて。で、この国王という存在が大きく変わった、国民国家という概念が登場したのは、実はこの王朝が終わった後の話になります。なぜ国民国家という概念が生まれたのかというと、フランス革命があって、そしてナポレオンが登場した、これが一番大きな原因になります。
ナポレオンがなぜ国民国家と関係しているのか。ナポレオンは俺たちの国を守ろうと言って立ち上がったんです。もともとフランスで革命が行われました。フランス革命が起こったということは、そこで国王というのはそこで殺されてしまうんですね。国王は膨大な財産を持っています。例えばベルサイユ宮殿のような宮殿も持っています。たくさんの財産を持っている。この財産どうするか。王様がいなくなったんだったら王様の財産を引き取らなくちゃいけないんです。誰が引き取るんだ。じゃあパリ市民が革命を起こしたんだから、パリ市民で分取った分を分けようぜ。こうなったらパリ以外の人たちはみんな困っちゃいますよね。ふざけんじゃないと、俺たちだってフランス人だということで、地方にいたナポレオンがパリにやってきまして、フランス全体を一つの国としようじゃないかということで革命が起こっていく、進んでいった。その過程の中でナポレオンが唱えたのは、フランスは俺たちのものだ、俺たちはフランス人なんだ、国王のものでも何でもない、俺たちフランスは俺たちフランス人のものなんだ、これをナポレオンは唱えたわけです。つまり国民国家という概念をそこで唱えたわけです。でこのナポレオンは、その当時フランスというのはイギリスといろいろやごちゃごちゃ戦争をやってました。その戦いにおいてナポレオンはとにかく強い。ナポレオンの軍隊はとにかく強い。なぜ強いのか。ナポレオンはほとんどヨーロッパ全体を制圧するぐらいまで力を持つわけですけれども、なぜナポレオンの軍隊が強かったといえば、ナポレオンに能力があったということだけではないんですね。国を守ろうっていう気持ちがあったからなんです。今までは王様に給料をもらって雇われてるだけで、誰だって死にたくないですから、まあ戦をやるとしても給料分しかやらねえよ、そういう考え方しか持ってないんですね。それが一人一人が国を守るために立ち上がったんだ、一人一人が兵士なんだ、俺は国を守るために頑張るんだ、そういう気持ちになった時に初めて国家というものが強靭な力を持つようになってたわけです。で、これは大変だと。このままいったら全部ナポレオンに吸収されちゃう、全部ヨーロッパ全体がフランスになっちゃう、ほら困ったぜ、なんとかしなくちゃいけないよということで、周辺の王様たちが考えたのが立憲君主制という憲という制度です。立憲君主制は何かといえば、王様も憲法の下にいるんだよ、王様も法律の下にいるんだよ、国民も法律の下にあるんだよ、だから王様と国民は一体なんだよ、だからみんなで頑張って俺たちの国を守ろう、例えばドイツならドイツを守ろう、デンマークならデンマークを守ろう、そういうふうに持っていった。これがこうして生まれたのが立憲君主制というものであります。これがヨーロッパにおける一つの流れになるんですね。ですから一般に国民国家という言い方をしますけれども、国民国家という概念が生まれたのは18世紀以降のことだということをご理解いただきたいと思います。じゃあ18世紀よりも前はどうだったのかといえば、それは国民国家ではなくて、あくまでも王様の個人の所有物だったという、そういう関係にあったということであります。ヨーロッパの話をしましたので、今度は東洋に話を移します。こちら今画面に出ていますが弁髪ですね。我々が映画なんかでよく見るのは一番向こう側の後期の弁髪です。頭の毛をこの辺まで剃る、きれいに剃って後ろに髪の毛をこう垂らす。初期の頃っていうのは一番手前のもの、本当にこの辺だけの髪の毛しか残さない、これが初期の頃の弁髪でした。この弁髪というのはどういうものかというと、実は満州族、今の中国の東北省にあたります満州族の伝統的な風俗だったんです。中国全体の風俗じゃないんです。あくまでも満州族の風俗です。で、明が滅びて清が建国されたのが1636年のことです。この時に清は清王朝の領土、広いんですよね、これだけ全部清王朝です。この清王朝の領土の領民たちに弁髪を強制しました。いきなり髪型を変えろって言われるわけです。本日お集まりの皆さん方がですね、清王朝ができた瞬間に頭の毛を剃って後ろの毛だけを伸ばさなくちゃいけない、
これは強制されたわけですね。ですから信用庁ができた当初はそれに対する反対運動がたくさん起こっています。ただこれをですね、信用庁がどうしたかというと、反対する人間は全部殺したんです。弁髪にしない男性は全員殺した、片っ端から。信用庁にとって、信用庁の領民というのは王様の個人の所有物です。個人の所有物が言うこと聞かない、言うこと聞かないのは俺のものにならないということだから、だったらいらないから殺す、これだけです。非常に簡単、非常に今簡単といえば簡単なことなんですけれども、そういうふうな形で秦という国を作りました。ですから秦王朝というのも結局は外来王朝であるということですね。このことを、一つ踏まえていただきたいと思います。でこの秦王朝は辛亥革命によって滅びて、そして中華民国が出来上がったと皆さん学校で教わっていると思います。突然ですね、秦王朝が滅びて辛亥革命が起こって中華民国になった。大体そのように教わっているし、そのように認識している方が多いと思うんですけれども、実はそうじゃないんですね。満州国が建国されるまで、ずいぶん間が空いてますけれども、その間ですね、この図面でチベット、ウイグル、モンゴルなんかがちょっと色が変わってますけれども、これらの国々は、愛新覚羅溥儀、つまり秦王朝最後の皇帝に毎年ずっと朝貢を続けています。辛亥革命が起こって国がなくなったはずなのに、朝貢はして、朝貢をちゃんとしてるんです。朝貢してるということは国があったということなんです。つまりある意味中華民国っていうのは二枚舌国家だったんですね。周辺の国々に対してはまだ秦国は健在ですよというポーズを取りながら、一方で自分たちはその新しい国家を建設したんだといったようなことを言い出している。それが辛亥革命になります。でちょっと時代を遡りますけれども、この図面で台湾のところまだ 白いままにしてあります。台湾はどういう状態だったんでしょうか。台湾はどういう状態だったのか。秦王朝がありましたね。秦王朝がある中で台湾はじゃあ秦王朝の版図に組み込まれていたのかっていうと、実はそうじゃないんです。明治4年の出来事なんですけれども、宮古島島民遭難事件という事件がありました。これ明治4年です。日本では江戸時代が終わって明治時代がスタートした、いよいよそろそろ安定的に明治新政府がスタートしたという頃になりますけれども、この頃に沖縄の宮古島の船が台湾付近の海で遭難をしました。で、どういうわけか台湾に漂着をしました。で山の中をさまよった漁民たち、生存者、生存者がいたんですけれども、54名が、すいませんちょっと辛い話かも分かりませんけれども、台湾の当時の方々によって殺されました。そういう事件がありました。別にだからどうだったことはないと思います。でこのことに対して日本国政府、日本の明治新政府は、清国に対して厳重抗議を行いました。それはそうです、54人も殺されたんです。清国に対して厳重抗議をしました。その時の清国の回答です。台湾は家外の民である。家外の民というのは清国の国家統治の及ばないところである。つまり台湾は清国ではないということを清の国王が明確に明言をしていたんです。ではそれまでの台湾というのはどういう状態だったのかというと、実はオランダに30年間だけ、オランダが台湾に、まあ、政府というかオランダの総督府というか台湾の領主であった時期があります。 この時はオランダ国王、台湾はオランダ国王の個人的な所有物という形になりました。これはずいぶん昔、大昔の話でして、まだオランダが東洋に進出してきたばかりの頃です。でそれはたった30年ぐらいで終わってしまうんです。その後この日本が明治時代を迎えたこの頃まで
ずっと台湾っていうのは台湾の人々のもの、台湾の人々が普通に暮らしている台湾人にとってのまさに一つの村が一つの国家といったような状態にあったわけです。で、実はあの明治7年にですね、清王朝が汚れのためだということだったので、日本国政府としては何とかしなくちゃいけないということで台湾に出兵をしています。これが牡丹社事件といいます。で、これから10年ほど経ちます。10年ほど経った時、明治17年なんですけれども、清仏戦争というのがありまして、清国とフランスが戦争をしました。で、その時にフランスの艦隊が台湾の北部、今の台北あたりを占領、に対して攻撃を加えています。で、このフランスの艦隊が台湾に対して攻撃をしたという事件が起こった時に、初めて清国は、台湾に台湾省を設置しました。清国が台湾に台湾省を設置しました。これが明治18年、1885年のことです。その後日清戦争が起こって、明治28年に下関条約で台湾が日本に割譲されました。割譲というのは領土主権を日本に移すという状態になったわけです。台湾割譲が明治28年、1895年、清朝がそれまでは気概のためだと言っていたものが台湾省を設置して、台湾は清朝の領土ですよということを明確にしたのが1885年、明治18年。どうですか、たった10年間です。台湾が清朝、つまり中国であった時期っていうのはたった10年間しかないということです。この10年間の間に、清王朝は台湾の男性に対して、清王朝と同じように便髪を強制しました。また転足という、女性の足を小さく固めてしまうという、これもこの10年間の間に無理やり定着させようとして台湾に入っていったもの、台湾に入っていった文化です。したがって、日本が台湾の割譲を受けて、日本が台湾に台湾総督府を置いた時というのは、転職をしている女性というのは大体半分ぐらいしかいませんでした。半分は応じていませんでした。そういう歴史がございます。日本は台湾を約50年間、台湾は日本になったわけですけれども、そのでは台湾が中国であったのは一体 どういう期間かというと、要するに日本が統治する前たった10年間しかなかったということです。このことはぜひ覚えていただきたいと思います。さてですね、ここで皆さんに質問があります。世界最初の近代憲法、先ほど冒頭で国民国家というのはまず法があって、法の下に王様とか国民がいるという、そういう仕組みだということを申し上げましたけれども、では世界最古の近代憲法を作った国というのはどこでしょうか。これはちょっと通訳していただいた方がいいですね。世界最初にの近代憲法を作ったのはどこの国でしょうか。这个部分也请我们同心一起想一下，其实他前半段在讲的我发现都是我们知道的事情，我们在民政府上课过了。然后他上面 PPT 上面有写，就是近代日本世界上最早的近代宪法是哪一个国家的宪法，就像他下面写的这样子，那请同心一起思考一下。憲法、例えばマグナカルタなんていうのは、結構有名だったりしますけれども、ああいういわゆる脳書きだけのもの、心構えだけのようなものっていうのは、それを言うんだったら日本では17条憲法っていうのはもう随分昔にできてます。これもう7世紀の成立なんで、マグナカルタよりもはるかに古い、1000年も古いものですけれども、いわゆる今のいろんな国が持っているような憲法、つまり国会はこういう形をしてますよとか、人々の権利っていうのはこういう権利がありますよとか、そういうものを定めたいわゆる近代化憲法、これ世界最古の近代化憲法ってのはどこの国の憲法でしょうかというのが質問です。時間もないので先に答えを申し上げますと、これアメリカ合衆国憲法です。アメリカなんです。アメリカというのは新興国家ですよね。
移民の国家に移民がやってきて国を作った。要するにアメリカというのは歴史がない国なんです。そして歴史がないから彼らは憲法を作りました。いわゆる近代化憲法を作りました。私たちの国はこういう形をしていますよ、アメリカという国はこうやって、運営していきますよ、それを法律の中の最高法規として定めた。これが近代化憲法の始まりになります。したがって、アメリカが、この、現在のアメリカ合衆国憲法を発行させたのが1789年ということは18世紀の終わり頃ということになります。だから本当につい最近のことだと思いますね。アメリカという国はこれ、ジョージ・ワシントンですね。アメリカという国というのは、まさに移民で成り立っているわけですけれども、移民というのはそれぞれ元来た国が違うわけです。ドイツ系もいればイタリア系もいればフランス系もいればイギリス系もいれば、それぞれ元来た国が違うということは、もともと持っている歴史伝統文化価値観、これが違うわけです。その価値観の違う人たちが一緒になって一つの国家を築こうとするときに、みんなで共通の価値観を作ろうじゃないかといって出来上がったのがアメリカ合衆国憲法だということです。で、そのアメリカ合衆国憲法には何と書いてあるか、ちょっと字が小さいので、読み上げますけれども、我ら合衆国の国民はより完全な連邦を形成し、ここまではいいですね、正義を樹立し、国内の平穏を保障し、共同の防衛に備え、一般の福祉を増進し、我らの子孫のために自由の計画を確保する目的を持って、ここにアメリカ合衆国のためにこの憲法を制定し確定するというふうに書いてあります。正義を樹立し、国内の平穏を保障し、共同の防衛に備え、つまりアメリカはよく正義の国家だと、そして正義のためにアメリカ合衆国は、ついこの間までは我々は世界の警察だみたいな言い方をしてましたけれども、これはアメリカ合衆国憲法に基づく精神だということです。正義のために共同の防衛に備え、つまり強力な防衛力を持ちますよ、防衛力イコールまた攻撃は最大の防御なりと言いますから、強力な軍事力を持ちますよ、その強力な軍事力を持って、正義を実現し、そして国民の安全と安心を保障しましょうというのがアメリカ合衆国憲法の前文にあるんです。これが基本的なアメリカという国の形であります。憲法というのは、そもそもの話からいきますと、憲法というのはその国の歴史伝統文化に基づいたその国の国民の共通の価値観のことを憲法と言います。ですから例えばイギリスの場合には不問憲法といいまして、憲法文章にした憲法がないですね。憲法がないのになぜ国をやっていけるかといえば、イギリスは歴史が古い国になるんです。イギリスは現在のエリザベス王朝ができてから約900年経ちます。900年間という長い歴史と伝統と文化があるから、だからあえて成文憲法はいらない。だから未だに憲法を作っていません。では日本では、なぜ憲法を作ったのか。これ日本では大日本帝国憲法を作りました。この憲法をなぜ作ったのか。これは日本が欧米列強、これですね、憲法というのはその国ないし民族が、歴史伝統文化に基づいて無意識に共有している価値観。だからアメリカ合衆国がなぜ憲法を作ったかといえば、無意識に共有している価値観がないから作ったわけです。ないから作った、で日本では明治22年に日本も近代国家の一員であるということを言うために明治憲法を作りました。大日本帝国憲法です。明治23年の発行になります。これがちょうどその時の絵ですね。聖徳記念館に行きますと、この絵、大きなものが飾ってあります。明治記念館に渡ります。もしお時間があったら、ぜひ行っていただきたいと思いますけれども、この大日本帝国憲法の前文、序文に何が書いてあるのか。
難しい文章がたくさん書いてありますので、大切なところだけ申し上げますと、万世一系の帝を踏んで、秦が信愛するところの臣民、秦が信愛するところの臣民は、すなわち秦が蘇州の慶部地方下前市、ところの臣民な臣民であるということを言っています。そして秦は我が臣民の権利及び財産の安全を基調し、これを保護し、その共有を完全ならしむ、完全ならしむというふうに書いてあります。あの難しい言葉がいっぱい並んでいますけれども、要するに君民一体ということが書いてあります。明治憲法の元になったものは五箇条の御専門というのは皆さんご存知の通りです。五箇条の御専門第一に書いてあるのは、万機公論に決すべしというふうに書いてあります。日本には天皇がおいでになりまして、そして、天皇が国民に対して国の決め事は万機公論、みんなで議論して、みんなで公で議論して、そして国の行く末を決めなさいということを、述べたのが万機公論に決すべしという言葉に表れています。天皇が自ら国の方向、方針、国の政策、それを全て万機公論に決しなさいと言っているわけです。天皇が決めるんじゃないんです。で、天皇はどういう存在なのかといえば、日本における天皇というのはこれは権威です。つまりみんなで決めたことについて、みんなでそれを共有し、みんなで実行していくのにあたって認証を与える、それをじゃあこれをやりましょうという 最後の認証を与えるのが天皇の役割になります。決めるのはみんなで決める、そこが日本の天皇の違いと、ヨーロッパにおける国王、あるいは秦の王朝、中国の王朝との大きな違いになります。ヨーロッパにおける国王も秦の王朝も全て決定権の全て、政治権力の全ては国王あるいは皇帝のものです。これに対して日本の天皇というのは古来、後ほど詳しく申し上げますけれども、古来権威の存在です。あくまでも決めるのは皆さん方で決めていく、この国のこの形の違いというのは実はとても大きな違いがあるものであります。そのことを後ほどちょっと詳しく述べたいと思います。あの天皇がなぜそういう権威というものを持っているかといえば、まさに万世一系、天照大神から面々と続く万世一系の天皇であらゆるから、直系のご子孫であるから。天照大神はどういう方かといえば、天の神々から初めにイザナギの御事、イザナギの御事が天津美穂子という穂子を授かって、そして、作り固めなせと言われて、一番向こうにあります修理個性と書きます、作り固めなせと言われて、そして雨の布子を使って下の混沌としたところを心の心とかき回して引き上げたら、先っちょから雫がぽたりと滴った。この滴った雫が小野黒島という島で、そこに、イザナギの御子とイザナギの御子が二人して降り立って、そしてそこで国を生んでいく、初めに生んだのが淡路島ということで、国の始まりは淡路島というふうに言われています。最初にこう矛を混沌としたところに刺して航路航路と書き回して出来上がった島が小野黒島です。小野黒島だというふうに書いてあります。矛を引き上げたら先っちょからポタリと滴った、滴った雫ってどういう形をしてますでしょうか。球体ですよね、丸いですよね。で、航路航路と書き回すと、これ円形の軌道ですね。円形の軌道があって、そして滴った丸いもの、これどう考えてもこれ地球ですよね。小野黒島、まあ、小野黒神社なんていうのもありまして、ここが小野黒島ですよと言ってる場所も日本国内にありますので、必ずしもそうだと決めつけれる話ではありませんが、なんとなく私自身が思うのは、小野黒島っていうのは地球そのものを意味してるんじゃないかな。
天津橋にお二人の神様が立たれて 雨の信子でこうコロコロと書き回した。天津橋ってなんどういう橋なんだろう、どこにあるんだろう、夜空を見上げたらすぐに分かります。天の川、天の川に降り立って、そしてコロコロと書き回してということはですね、あのガリレオがその天動説と地動説で天動説を初めて唱えたということになってますけど、日本はなんと2700年以上も昔にすでに天動説だったということですね。これすごいことですね。あのこの辺りというのはもう読めば読むほど実は面白い話がいっぱいあります。でそのイザナミの御事、イザナミの御事が、降り立って国を生んで、淡路島から始まって四国、九州、本州、こういうそれぞれの土地をまず生んで、そして天津神々を生んで、スサノオの御事もそうですし、天照大神もそうですし、そういう神々を生んで、そしてその神々の直系のご子孫にあたる方が日本における天皇陛下という、そういう流れになっています。つまり日本の国土と日本天皇というのはまさにこれ兄弟の関係ですよね。で日本人というのはどういう人たちかというと、実は天皇の過去帳をずっとたどっていきますと、どの家も全てどっかで天皇に行き当たります。つまり日本人にとって天皇っていうのは要するに本家の中の総本家のような存在だということになるわけであります。その本家の中の総本家、例えば本家のおじいちゃんが、今年法事をやるからあんたら来なさいと、何の強制力もないですね。何の強制力もないけどちゃんと行きますよね、行かなくちゃいけないと思って、それその大元っていうのが日本における天皇という、そういう関係に当たるわけであります。そして公民という概念があるわけなんですけれども、これが実はですねとっても大切なことでして、天皇という存在があって、天皇のためです。日本人、当時の台湾は台湾の方々は日本人でありました。台湾の方々も日本本土に住んでいる内地の方々も全員が天皇の宝物、近江宝と言います。近江宝という、存在というふうに呼ばれています。つまり陛下の宝物とされていたわけです。で、この陛下の宝物を預かる立場にあるのが陛下から認証を与えられた政府、例えば内閣総理大臣であったりとか、あるいは台湾総督府の、そこのトップの方であったりするわけです。あくまでもその主政者というのは、政治を行う人というのは天皇の民、近江宝を預かる立場ということになります。ここにコップがあります。このコップはこの会場のコップです。私のコップではありません。私のコップではありませんから、私はこのコップを投げて割ったり、あるいは今日お越しになったお礼ですどうぞと言って人に差し上げたりすることはできません。でもこれもし私が自分のコップ、家から持ってきた自分のコップだったら、私はこのコップを人に差し上げたり、あるいはいらないからといってゴミ箱に捨てたり割ったりできます。そうすることができるわけです。つまりこの図で天皇の存在がないと考えてください。私が施政者、権力者、領主、王様、これが領民です。天皇という存在がないということであれば、この領民は私の私物です。殺そうが捨てようが奪おうが誰かに売っ払ってしまおうが、それは権力者の勝手、領主の勝手です。自分の勝手です。俺の都合です。だけれども同じ人、同じコップでありながら、このコップが会場のコップであるという位置づけになっただけで、このコップは勝手に捨てられたりとか勝手に殺されたりとかしなくなるわけです。つまり人々が権力者によって
好き勝手にされない、人々が権力者によって好き勝手にされない、殺されたり奪われたりすることがない、そういう社会っていうものが出来上がっているというの、いうものが日本で出来上がっているというのは天皇という存在があるからなんです。天皇という存在があるからこそ権力者に自由好き勝手にされない、もちろん秩序はあります。社会を維持していくためには どんな場合でも秩序というのは必要です。例えば議長さんがおいでになれば、議場においでになる方々は議長さんの指揮に従わなくちゃいけない、当たり前のことなんです。だけれどももともとのその根っこにあるところが単なる私物である、私有民であるということと天皇の民であるということでは全然意味が違ってくるわけです。ですから台湾の皆さん方が50年間日本人でした。日本人であったということは権力者によって好き勝手にされない、命を奪われたり殺されたりすることがない。よくあのハリウッド映画で俺たちは自由だなんてやってますけれども、あの自由だっていうのは実は日本では7世紀の昔、律令制度が出来上がった時にすでにもうこういう形が国の形として出来上がっていて、日本人にとっては空気のように当たり前のことであって、その空気のように当たり前な一人一人の人それぞれが大見宝、宝物なんだという、そういう概念があって、だから橋田芳樹がまさに身を、八田余一がまさに身を粉にしてダムを作ったりいろんなことをした、なぜしたのか、台湾の皆さん方は陛下からの預かり物だからです。台湾の皆さん方は陛下にとっての大見宝だ。この大見宝の人々がちょっとでも良い暮らしになるようにするために自分なりにできる精一杯のことをしていこう。日本人の考え方って全部そうなんですね。台湾に対してだけということではなくて、普通に例えば会社を経営していても社員の暮らし、あるいはお客さんにとって、とにかくお客さんに喜んでもらおう、あるいは社員が苦しんだりすることがないようにしよう、会社の売上が減ってきたときにですね、社員に払う給料がない、そしたら日本の会社の経営者、中小企業の社長さんたちどうするかといったら、銀行に頭下げてお金借りてきて、で借りたお金で自分の名前で借金して、で社員に給料だと言って渡します。で社員に給料払っちゃったら、俺の取り分がなくなっちゃったよ、俺の給料がなくなっちゃったよとなると、女房に頭下げて、おい悪いな、今月ないんだよ、ちょっと今月は何とかしてくれ、自分のことよりも社員のことを優先する、たとえ借金をしてでも社員のことを優先する、これが日本の社長さんたちのもう当たり前のことです。でも例えばこれアメリカに行ってもそうですけれども、アメリカの企業で働いている場合、売上が減ってきた、売上が減ってきたんで、まあ、給料払えそうじゃないからお前今日からクビだよ、クビです、本当にクビです。稼いだ金があるから給料払ってやってるんで、稼いだ金がないんだったら給料払うのって当たり前だと、何が悪い、これが世界における企業の考え方です。日本はちょっと違うんです。なぜなのか、社員というのは自分の会社の社員一人一人っていうのは親御さんからの預かり物であり、そして究極的には陛下からの預かり物なんです、大見宝なんです。その気持ちがあるから大切にしようとする、これとっても大切な概念だと思うんですね。まあ、よくあの最近ですね、まあ、従軍慰安婦問題、まあ、昨日も実はその、パネル展があったりしたんですけれども、あの慰安婦問題、まあ、慰安婦って要するに売春婦のことですね。で売春婦っていうのは今の日本にはそういう交渉制度はありません。昔はありましたね、吉原の遊郭とか、あるいは丸山町とかですね、それ崎とかですね、いわゆる遊郭がありました。で昔の日本で遊郭っていうのはどういうところだったのかっていうと、あの12、3歳の小さな女の子がカムロと呼ばれて遊郭に雇われていたっていうのはご存知ですよね。この小さな子たちがだいたいお客さんを取る、お店に出るようになるのは17歳からって決まってます。
17歳から22歳までです。23歳になったらもう大豆島と言われて、すいません、大豆島と言われてお店からは出て行かされます。商売するのは17歳から22歳までです。でもお店は12歳、10歳、12歳で、あるいはもっと小さい子になります、6歳、7歳で女の子を雇えるようです。6歳で雇ってお店に出すのは17歳から、つまり稼ぎ始めるのは17歳からなんです。じゃあ10年間何やったんですか。6歳で雇って17歳からお店に出てもらう、6歳から16歳までの10年間何をしてたんでしょう。お店はですね、お店の店主さんというのは、その女の子が17歳になったら、お店、うちの女の子としてお店に出てもらわなくちゃいけなくなる。でも23歳になったらお店から出てってもらうことになる。お店から出ることになったとしても、もう売春というその職業から違う職業 で生きていくことになったとしても、一生食べるに困らないように小さい頃から行儀作法から読み書き、そろばん、三味線、お琴、お茶の作法、立ち振る舞い、そして、こう包み、長唄、小唄、こういう、そして日本舞踊ですね、そういうものをずっと教育していったわけです。で、23歳でお店から出ることになりますと、たっぷりお金も持って、そして、一生今度は小唄の師匠として、あるいは長唄の師匠として、三味線の師匠として、一生食うに困らない、それだけの技術技能をつけてあげてたんです。すごいことですよね。日本の普通、今申し上げましたのは、いわゆる売春婦ですけれども、一般の商店企業でもそうです。小さい頃から雇います。小さい、よく小学校にも行かないで、もう ずっと7歳からですね、働いてたなんていう話を、古いお年寄りから聞くことがありますけれども、そういう割にはちゃんと字も書けるし、計算早いし、なんでこんな計算早いんだろうと思うんですけど、思うぐらい計算早いし、なぜかお店で、会社でちゃんとそういう教育を与えてくれていたんです。これすごいことですよね。それだけではですね、お隣の中国ではどうだったのか。先ほど台湾は10年、日本統治の前10年間、清朝の支配にあったというお話を申し上げましたけれども、日本が、日華事変、支那事変の時に大陸で戦争をやりました。城西都市を攻めて、で、戦いに勝って、日本の兵隊さんがその城西都市に入っていった時に、そこでたくさんの中国人女性を保護しています。どういう女性かというと、目の見えない女性です。目が見えない女性たちがたくさん城内にうろうろしていたんです。だから保護しました。この女性たちはどういう女性かというと、元売春婦たちです。なぜ目が見えないかというと、中国における売春宿さんでは、だいたい年頃17、8歳で、女の子をちょっと可愛いなということになると連れてきて、そして目が見えると客の襟好みをするからといって、目をつぶすための専用の針があるんですね。この針で目をつぶして、両目を見えなくしました。目が見えたら逃げ出すかもしれないし、売春が嫌でね。目が見えると客の襟好みをする、だから目をつぶしてしまい、ひどいことするなと思うかも分かりません。でも彼らにとっては当たり前なんです。なぜかといえば自分のものだから、俺が雇った以上俺のものだ、客の襟好みをされたら俺が困るんだ、お店が困るんだ、目をつぶして何が悪い。これが彼らにとっての考え方です。なぜそういう考え方になるのか。あちらには天皇という存在はないんです。権力者しかないんです。中国における皇帝というのは最高の政治権力者です。その中国における皇帝、全ての領民が中国皇帝の私物です。
皇帝の周りに将軍がいます。将軍たちは皇帝にとっては奴隷です。私物ですから。将軍にとって兵隊さんたちは私物です。そして兵隊さんにとって一般の民衆というのは私物です。売春宿の親父さんにとってそこに引っ張ってきた女の子たちっていうのは私物です。俺のものです。煮ようが焼こうが食おうが、これ本当に食っちゃったらしいんですけどね、目をつぶす方が俺の勝手だ。皆さんどうでしょう。6歳7歳で雇った、確かにお金を払って買ってきた。だけれども10年かけて行儀作法から三味線やら何やらね、ずっと教育をして、一生食うに困らないだけの教育を授けた上で5年間頑張って辛抱して働いてもらって、この働いてる間ものすごく大金を稼げれたんですね。で借金を返して、前半で借金を返して、そして後半で自分の貯金をして、お店から出る頃になりますとたっぷりお金を持って、そして技術も持って、自分で独立して生涯ちゃんと食っていくことができる、そこまでしてあげた、そういう国。これ当たり前のように全部のお店で当たり前のようにやってるんです。朝鮮人の慰安婦を強制連行して奴隷のようにセックス奴隷として働かせたと言いますけれども、これは実は昨日村上春樹先生から聞いた話なんですけれども、当時 その売春婦の女性たちが自転車に乗ってですね、街の中を散歩して実に楽しかったとかですね、あるいは、ラグーン、まあ、南方のラグーンの朝鮮人売春婦ですけれども、向こうは宝石が安いんで、みんな翡翠とかですね、いろんな宝石を買ってる、だから私はちょっと贅沢してダイヤモンドを買っちゃったわなんていう、そういう式があるんですよね、残ってるんです。奴隷っていう世界共通の概念ですけど、奴隷っていうのは報酬がないから奴隷なんですよね。でしょ。報酬がないから奴隷のはずなのに、ダイヤの指輪買っちゃったってどういうことですか。それが現実。つまり日本ではとにかくご苦労をかける、苦労をかける、大切なものを売らなくちゃいけない、かわいそうだ、その分たっぷりと一生食べるに困らないだけのことをしてあげよう、それをみんなでしてあげようという、そういう気持ちを持ってきた。なぜならば自分が女性を買うお客さんであったとしても、買う女性は大見宝なんです。大切な宝物なんです。一人一人が大切な宝物だから、そこに和という概念が生まれてくるわけです。日本が戦った、それはなぜあそこまで戦ったのか、なぜ特攻までして戦ったのか、なぜ玉砕までして戦ったのか、そういう日本を守ろうとしたんです。天皇陛下のために戦ったっていう言葉は聞いたことがあると思います。でもその意味を深く考えたことはあまりないのではないかと思います。天皇陛下のために戦うというのは、天皇と一般の民衆である我々自身一人一人が大御宝であるということ、この大御宝であるという一人一人を大切にする、一人一人の和を本当に大切にしていく、そして君民一体という私たちの国の形、誰も奴隷じゃない。売春宿に勤めるっていうのは不幸なことかも分かんないけど、目つぶされたらもっと不幸じゃないですか。日本の先ほど日本の軍隊が中国の城塞都市を攻めた時の話をしました。日本の軍隊が城塞都市を攻める時には、城塞都市を囲んで1週間前に何月何日の何時何分から砲撃を開始するから、それまでに市民の皆さん方は逃げてください、避難してください、そういうビラを空から撒いて、で市民の人々がみんな逃げて、どこそこをピンポイントで攻撃しますからと言ってそこだけを攻撃した。砲弾が飛んでくる場所分かってますからね、中国の軍隊にしてみれば。だからそこには誰もいない、誰も死なない、そういう戦いをしてました。なぜそこまでしたのか。中国の一般の民衆、一般の人々もやはり
大切な人、人間と思ったからなのであります。ということで、少し休憩を、入れてくれるようにというふうに言われておりますので、ここでちょっと休憩の時間を入れたいと思います。何分ぐらいですか？10分、ということですので、11時25分まで、この時計で25分まで、休憩というふうにしたいと思います。少し長休みになります。スタッフの人事は公表はされていません。ただ桜井先生は、青山茂春先生等と並びまして、99.9999% このメンバーでございます。で、いつ政府から呼び出しがあるかわからない。政府から呼び出しがあったら、その瞬間からすぐに国際間の情報交換活動に入らなければならないということでございます。そのために今は全く動きが取れない。従いまして青山茂春先生も桜井美智子先生もいずれも全く動きが取れない状況に今あるということでございます。国家安全保障局、これ人事は大変重要な問題でございまして、このメンバーの中に左巻きとか、あるいは在日韓国人系のですね、おかしな人がメンバーに入ってしまったら何のための NSC か分からなくなっちゃう。ですから、そういう意味では今日来れなかったというのは大変残念、来ていただけなかったということは大変残念なことではありますが、むしろ日本にとっては良いことであるということで、ぜひですね、歓迎をしたいというふうに思います。残念なことではありますが、日本、私たちにとっては残念かも分かりませんけれども、日本にとって良いことということでご理解いただければというふうに思う次第でございます。我想，不好意思，我简单的翻译一下，就是，刚刚那个小明木老师是在替跟各位那个日本的日本人解释说，为什么今天樱井老师不能过来。那简单的说，就是因为他被，他是一个国家保障安全委员会的成员，应该是预定的啦。那通常因为他变成是国家成员之一，所以常常有可能就突然被政府叫去。那其实我们也是昨天中午才临时收到消息。那当然，对于今天来参加演讲的各位，觉得很不好意思。但是，对于台湾，对于日本来说是好的，因为以前呢，像他们日本的话，就是那种什么国家安全保障会议的时候，国际间给他们一些，都给他们一些不是很重要的消息，这样。那借由成立这样子的会议的话，可能会有，可能对日本来说是比较好的。那我是简单的，关于那个他，因为他讲比较长，所以我就简单的意义一下，就是这样子。はい、それではですね、そういうことで私の、講演時間を延長することに急遽なりまして、10時10分から12時までということでお時間を頂戴することになりました。急な変更でですね、準備はしてなかったんですが、原稿そのものはまともにしゃべると多分10時間ぐらいかかる分なんでなんとかなるんではないかというふうに思っております。はじめに私の自己紹介をしたいと思います。小名木善光と申します。我先简单的自我介绍，我叫做小明木善信。インターネットで、根津さんの独り言という、こちらに画面が出ておりますけれども、ブログで毎日情報発信をさせていただいております。現在約2100話の日本の良い話がこのブログに掲載されています。またこのブログなんですけれども、1日の訪問者数が大体3万人から多い日で5万人、一番多かったので今まで6万5千人の方がお見えになったことがあります。月間ですと大体100万人の方がお見えになるという、そういうサイトでございます。这是我的部落格，那上面呢有差不多有2100篇有关日本的文章。另外呢，看我的部落格的人每天差不多有3万至5万人，那多的时候甚至有6、7万的时候。で、このインターネットのブログをきっかけといたしまして、先般、根津さんの
昔も今もすごいぞ日本人という本を出版させていただきました。那我就是今用那个部落格内容，然后出版了这一本书，就是这本《昔も今もすごいぞ日本人》。下の方に顔写真が写っておりますけれども、元文部科学大臣の中山成明先生、でございます。然后上面有一个相片，那是原文部省大臣中山先生，不是我。おかげさまで、大変ご好評をいただいておりまして、日本の大きな書店さんで、週刊ランキングで、1位とか2位とかという状況に今なっております。でただ、製本の印刷の方が全く間に合いませんでして、出版社で本を作って取次店さん、要するに問屋さんみたいなところに